だからユニコーンはいるんだって。いるわけないだろ。もう帰ろ。言ったわね。し、私の秘密。図工って一番好きだ。あれ？ダメだ、ボツ。よし、もう一度。もっと変になった。ああ、ユニコーンなんて描けない。ヤッホー、助けに来たよ。いい？見せてあげる。まずはユニコーンって英語で書いて、ここからスタート。ほら、ユニコーン描けた。あとは色を塗るだけよ。色塗りが一番楽しいところよね。虹色のたてがみ。これでよし、完成ね。かわいい。ほら、これあげる。わあ、どうもありがとう。さて、採点しましょうか。あら、まあ、かわいい装飾ね。これは A プラス待ったなし。お次。あら、これはひどい。かわいさともほど遠いわ。丁寧にやりましょう。丁寧に？どういうこと？テストの成績にそんなのあった？でもその通りじゃない？てか、その可愛いのどうやったの？あ、これ簡単よ。おお、わかった。そんじゃユニコーン折り紙といきますか。まずは正しく折っていこう。うっかりドラゴンになったら困るしね。いや、トロールになったら最悪じゃないの。折り目はきっちりとね。ここは難しいポイント。差し込む。よし、あとは平らにして。次のステップはお絵描き。まずは目からこう。お次は虹色のたてがみ。ほら、出来上がった。これでテストもぐちゃぐちゃにならないね。はい、テストです。もっと丁寧にしました。どれどれどれ。あら、素敵。あなたにも A プラスね。わあ、やった、満点だ。ねえ、あのさ、うわ、パーティーだ。誕生日パーティー。その、うん、失礼しました。ああ、どうしよう。プレゼント用意してなかったや。何かないかな。このスマホケースかな。そうだ、これならうまくいく。まずは器にクレープ紙を切って入れるよ。いくつも細長く。これでよし。あともう少し。できた。お次のステップ、お湯を入れよう。ひたひたくらいにね。よし。そしたらスマホケースの出番。これを中に入れたら全部をお湯に沈める。あとは数分置いておくだけ。よし、時間だ。ほら、色がケースに移ったでしょ。ここにシールを貼って飾っていくよ。リボンも忘れずに。きっと気に入ってくれるはず。いや、ハッピーバースデー、覚えてたよ。それ作ってくれたの？素敵だわ。今すぐつけちゃおう。あー、かわいい、気に入ったわ。はあ、危なかった。ダメだ、これじゃダメ。なんだこりゃ、邪魔。あれ、どうしたの？ダメなのよ、着るものがない。どうすればいいかわかるよ。これはどう？いや、バレリーナの衣装は持ってないけど。でもチュールレースがあるよ。まずはブルーから。たっぷり使うからね。ゴムベルトを1本用意して、ミシンも何も必要なし。
これを結んでいくんだ。よし、他の色も結んでいこう。美しい虹色ね。世界一のユニコーンになった気分。わあ、すごいじゃん。パーティー楽しんで。あー、ノートどこ行ったのかしら。あ、お絵かき上手ね、ジェイク。あ、わ、ノートが。ジェイク、お茶だらけにして。ごめん、ここにあるって思わなくて。お気に入りだったのよ。うわ、なんか申し訳ない感じ。あ、直す方法あるかも。キラキラの台紙が解決策さ。ハサミを使って型を切り抜くんだ。よし、ノートの準備ができた。ユニコーンを作ろう。虹色のたてがみを忘れずに。キラキラなのが最高。まつげも長く。きっと気に入ってもらえるぞ。ねえ、さっきはごめん。うわ、すごい。こんなにしてくれるなんて嬉しい。ありがとう、ジェイク。うわ、なんとかなった。鉛筆の整理整頓をして。この鉛筆が一番のお気に入りね。いや、調子どう？授業の用意を出さないと。ああ、鉛筆が台無しだ。あれ、汚れちゃってるじゃん。でも大丈夫、ジェイク。私が何とかしてあげるから。マニキュア、いや、やらない。爪に塗るんじゃないのよ。ああ、鉛筆に使うんだ。よし、水を張ったトレイを用意して、あとはマニキュアを垂らすだけ。水の中で素敵な模様が生まれるんだ。もっと色を足しちゃおう。そしたらここに鉛筆を入れるぞ。マニキュアの中を通すようにね。いいね、色が綺麗。わお、まるで芸術作品。ジェイク、いい感じになったわね。教えてくれてありがとう。皆さんならどんなユニコーンになってみたいですか？コメント欄で教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録もよろしくお願いします。新着動画をお楽しみに。